こんばんは、みつです。はい、最近はちょっとお買い物が多いかなって思ってるんですけど、ちょっと私の購入品を紹介させていただきたいと思います。ミラノとパリの購入品です。もう本当に不思議なんですけど、ミラノでパリのブランドのものを買って、パリでミラノのブランドのものを買ってまいりました。どっちもちょっとお時間があって、アウトレットに行ってきたので、まあその他の購入品について紹介していきたいと思います。じゃあまずミラノから行きたいと思います。じゃーん、かわいい。サンローランのネックレスを買いました。もうすっごい可愛いからいっぱいつけられそう。可愛い。これいくらぐらいだったかな。3万4万くらいだった気がします。はい、サンローランのネックレスです。見えました？こんな感じです。はい、続きまして、じゃーん、サンローランで上着を買いました。アウトレットということだったので結構調子に乗って、私お財布を持ってなかったのに買ってしまいました。よしあきくんのお金です。買いさせられるんですけど、すごい可愛くて、こんな感じで、なんて言うんでしたっけ、こういうの、羽織です。可愛い。え、なんて言うんだっけ、なんかあったよね、今ちょっとパッと出てこないんですけど、はい、こんな感じで着れます。タートルネックとかと合わせて着たら良いかなと思って買いました。すごいシュレットがめちゃくちゃ綺麗で可愛いです。え、思い出したい、なんだっけ、まあいいや、これを買いました。これも10万円ぐらいになってました。多分サンローランコート2、30万くらいする気がするんですけど、すごくお安く買いました。可愛い。はい、ミラノは意外とこれくらいかもしれないですね。続いてはミラノで買ったものを紹介します。はい、まずはこちらの帽子、かわいい。ボンクレの帽子なんですけど、ちょっとスノボーとかの時にいいかなと思って買いました。これはキッズサイズです。かわいい。スノボーとかも何年も行ってないけどね。帽子があったら行くかなと思って買いました。ボンクレです。こんな感じです。はい、続きまして、これは本当にすごいお得な買い物をできたんですけど、ボッテガのおカバンです。かわいい。このイエローがすごく人気なお色味でかわいいですよね。この絵6万円くらいでした。すごくお安く買いました。かわいい。ここから物を入れるようですよ、皆さん。かわいいですね、ボッテガです。はい、続きまして、ボッテガでこちらのブーツを買いました。重たいね、重たいですね。はい、こちらのブーツを買いました。かわいい。ショート丈の同じやつは持ってるんですけど、これぐらいのこの長いタイプを持っていなかったので買ってみました。すっごく重たくて、本当に持って帰ってくるのが結構大変だったんですけど、すごい可愛くて、この底のタイヤ部分かわいいですよね。これも6万円ぐらいだったかな。すごくお安く買いました。続きまして、これはすごいんですよ。じゃん、ボッテガのカバンなんですけど、私全く同じものを日本で母親にプレゼントしていて、定価33万円するんですけど、今回ボッテガでこの3点買っても33万しなかったです。母のを見てすごく欲しくなっちゃったんですけど、たまたまパリのアウトレットに行ったらあって、まず買ってしまいました。すごくお得なお買い物ができました。はい、続きまして、これはすごく可愛いんですけど、じゃん、バーバリーのスカートです。可愛い。これはね、ケミオくんには着ないよって言われたんですけど、ヨシアには絶対買いだよって言われて買ってみました。バーバリーのスカートです。ちょっと夏とかに T シャツとかと合わせたらすごい可愛くない？ダメ？どう？結構ケミオくんには絶対着ないよミチはって言われたんですけど、このブリーチも繊細で、でも確かに洗濯とかできなさそうだよね。すごい可愛いなって思って買いました。これもパリで買いました。はい、続きまして、これはアウトレットとかではなくパリの市内で買ったものなんですけど、可愛い。じゃん、ブレージュのニットになります。可愛い。でも正直これは日本で買っても今円安なので、多分値段は変わらないかなって思います。すごく可愛くて買ってしまいました。本当は水色とか明るい色を買いたいなって思って見に行ったんですけど、このネイビーすごい可愛いって思って惹かれてしまって買ってみてしまいました。可愛い。ブレージュ今すごい可愛いよね。母親とかの前でこれを着たら、昔とイメージが違うみたいな感じで、あ、可愛いって言ってくれてました。はい、続きまして、ここからは本当に予定なかったんですけど、じゃーん、さっきまで綺麗だったの、さっきまで綺麗だったんだけど、私は間違えて座ってしまって、はい、もう帰るってなった時に、空港の中免税でシャネルがあったんですよ。で、思わず買ってしまいました。もう本当にこれは予定にない、本当にこちらとしても本当に想定外の出費でした。結構いろいろ買い物をしたので紹介していきます。はい、まずはこちら。ちょっと大きいんですけど、まあ、
大丈夫。大きくなかった。はい、まずはこちらリングです。はい、これもすごい可愛い。シャネルのこういうコスチュームジュエリーみたいのでリングがあるのは結構珍しいかなって思って、パリの市内でも見ていたんですけど、サイズが大きかったんでやめとこうかなって思ったんですけど、空港でもその自分のサイズはなかったけど買いました。でもなんか最近太ってきてちょうど良くなりましたので良かったです。はい、続きましてこちらのヘアピンになります。可愛い、もうシリーズ買いですね。可愛い、もうすごくハート可愛いなって思っていっぱいいっぱいいっぱい買っちゃいました。はい、次はピアスです。もう全部が一緒でも、もう本当に後半はもう持ってきていただいてももう思考が働いてなかったです。可愛い、可愛いみたいな感じでした。でも買ってよかったです、めっちゃ可愛い。はい、こんな感じです。はい、まだあります。最後はじゃん、実は私がちょっと欲しかったアイテムなんですけど、かわいいシュシュです。かわいくないですか、リボンのシュシュ。意外と最近シュシュを使うので、その時とかにちょっと軽く髪をまとめたりとかで使っていきたいと思います。こんな感じです。いっぱい使えそう。はい、ということで私のミラノとパリの購入品でした。いかがでしたか。いっぱいお買い物した、すごくいい気分。ちゃんと大切にします。はい、以上みちでした。バイバイ。